はい、どうもこんにちは。それはなよです。今回は100日連続模写をし続けたら絵は上手くなるのか、模写をねたくさんやってきたということでございますではまずどういう風に絵を描いてきたかって言いますと、クロッキー、シャーペンと消しゴム、定規使いまして、ある程度ね枠を囲ってそこで一回模写します。アナログで描いたものを写真にスキャンして、スマホでタッチペン使ってデジタルでまた書き起こすといった感じで作っております。ということでまずね1日目から見ていきましょうか。最初にモチベとしてどういう絵を描いていこうかなということを考えて、カートゥーン調のものっていうのが比較的描きやすくてちょっと難易度がある、頑張れば描けるというラインだったので、そこを目安にモチーフをねまず選んでいきました。この時はですねやっぱり絵を全然描いていないので、形とかうまくね扱えてない感じがしました。この期間をねきっかけにデジタル作画への抵抗感を減らすことだったり、絵を描くことへのコンプレックスをね減らしていきたいなっていうことがあったので、頑張ってやっていこうという感じでございます。次はね10日目ぐらいの絵になってくるんですけど、やっぱ10日ぐらい経ってくるとねだんだんと勝手が分かってきますね。この頃はねやっとね原作っていうか元の絵に近づいたカラーリングというものを意識してみました。で線の周りにね白線とか入れてみたりとかして、いろいろねエフェクトとかも試していた時期だと思います。この時期描いたものから YouTube のショート動画とかで絵を描きましたよという動画をねちょこちょこと上げてきたような時期になってきます。この頃はまだまだ絵は難しいなと思っていますね。2日目ぐらいもねこんな感じにやっていきています。レイヤーを意識してね色を塗るようになってきたのもこの時期だと思います。線とかね影とか入れて立体感とかね出したり、エフェクトとかをねボンボン盛り込んで、まあ、いろいろ実験をしていった時期でもあります。だんだんとね筆が速くなってるような感じもしますね。30日目周辺は、まあ、1ヶ月ぐらい描いた頃なんですけど、こんな感じの絵になっております。いや可愛い絵を描けるようになってきたような気もしないでもないんですけども、毎回ね絵の題材に少し悩みつつ、いろいろね調べて描き応えのあるものをね毎日ね選んでいった時期でございます。1ヶ月達成するとおーやってるなとやってるないいなと思ってきますね。この時からねだんだん絵を描くことが楽しくなってきていますね。1日目と比べるとだいぶねまあマシにはなってきたのかなと思いますが、まだまだといった感じでしょうか。40日目はこんな感じです。 YouTube でね動画出したら意外と伸びた動画の一つでございます。1800回ぐらい再生されたんでね、まあ私としてはね上出来かなと思ってます。アニメ塗りって言いますか、カートゥーン塗りみたいなのがね定着してきてきますね。背景とかもねいっぱい試しています。まあ、ここら辺はねやっぱりこう絵を描くことにね体が慣れてきているんでね、まあだんだん楽しくなってきてますよね。50日目あたりになってきました。体の全身を描いたり細かい部分を描くことに対しての抵抗がだいぶ減ってきたり、キャラクターのね目立たせ方とかねいうこととかもね少し意識して描くようになってきました。私はなんかどうも線を引くときまっすぐ線引けないんで、なんかだいぶ震えてたりしてたのが非常に悩みだったんですけども、だんだんとね人に見せれる形にもなってきたのかなと思っております。60日目あたりでございます。60日いったらだいたい2ヶ月ぐらい絵を描き続けたことになるんですけども、こうなってくるとだんだんとね今までよりも細かく、そして影とかもねしっかりある絵を選ぶようになってきましたね。やっぱ影塗りっていうものをね本格的に始めて、光の当たってる部分と影の当たってる部分ってどうやって塗ればいいんだろうと思って試行錯誤していた時期でございます。70日経ったことぐらいですね。細かい部分とか少し今までだったら敬遠してたような細かさとかも、そういう構図とかも描けるようになってきました。絵に対する少しの苦手意識って言いますか、ちょっとずつ減ってきました。いろいろやってこうやっていきたいなっていう風にね私も考えるようになったので、非常にねやっててよかったなってこの時期からね思うようになりましたね。特にねかっこいい絵とかエフェクトがバッチリハマったりした時はもう嬉しくてたまらないといった感じですねもう最後まで走り切るぞといった感じでございます。はい、こちら80日目になっております。80日目あたりはですねガオパワルというねサンリオのキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターがね非常に描いてて楽しいと
いうことに気づきまして、だいぶね顔パールの絵が増えていきます。もともとねやっぱ可愛いものが描きたいと思っていたので、そこはねやっぱりね自分が可愛いと思えるものをね描けるようになるとねやっぱ嬉しいですね。このガオパールってキャラがマジでいいの、マジで可愛いから、ツイッターでガオパールとか調べて見てみてください。ガオパールもう本当にね描いてて楽しい、いやもう描いてて楽しいっていうことが思うようになってて、もうこれはねもうやっててよかったなと思います。マジでやっててよかった、本当にやっててよかった。はい、そして90日目あたりはこんな感じになっておりますよ。かわいく描けてきますよね。だいぶね模写自体もね上手になってきています。絵って形を捉えるものっていう作業なんで、まあ、形を捉える、まあ、観察するということを学ぶための、まあ、模写ではあると思っているんでね、いろいろキャラクターとかの形をね真似て頑張ってね自分なりに入力したものをねちゃんと出力できるように考えて頑張っておる言ってる次第でございますね。いやここら辺になってくるとね、今まで絶対描かなかったようなさらに高難易度のものも描こうと思っております。この時期はですね、まあ、カートゥーン帳以外にもね弱虫ペダルのアニメにハマっていたので、弱ペダのねキャラクターを描いていました。めっちゃ難しいですね、やっぱアニメを作ってる人たちね、とか漫画作ってる人たちとかのキャラクターのね作画能力っていうのは本当にね感服するものがありますね。けどやっぱこういう風なことをやってみて、あ、私も自分もね作品作れたらいいなと思っておりますね。そしてだいたい100日目でございます。1日目と描いた絵と同じモチーフを使ってね描いてみました。まあ、比較してみましょうかね。比較するとねこんな感じなんですけども、圧倒的にね上手くなってるんじゃないんですかね。1日目と比べるとね色とかもねちゃんと塗れてるしね、形とかもだいぶ悪くないですしね。あとはまあそうですね、影の感じとかそのエフェクトの感じとかね、そういうのもちゃんとできてるんじゃないでしょうか。やっとねこうスタート地点に立ったぞっていう感じはします、私の中でね。ここまでね続けたことっていうのがね、まあ絵を描く自信にもなりますしね、今までやってきた実績っていうものがあるとやっぱその後のねその先に行ける自信にもつながりますんでね、私はやってよかったなと思います。まあ画力は確かに上がりましたし、自分が100日間ずっと同じことをし続けてその目標達成のために動き、そして実際に達成できたっていうことはやっぱりねこう成功経験としてね非常に大きなものがありますね。100日間やってきて絶対100日前より絵を描くことが好きになってますし、絵を描く楽しみもありますしね、まあ、100日間ね、まあ、やってきたっていうことはあるんですけど、これはね私のツイッターのねアカウントでねハッシュタグそれなの絵ということで毎日ね投稿していったので、その記録もねたどりながらね見ていってくれると嬉しいなと思います。ということで今回は100日間模写したら画力は果たして上がるのかという検証動画でございました。他にも私のチャンネルはゲーム実況などいろいろなことをやっていますので、ぜひ見ていってくださると嬉しいです。それではなよでした。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では別の動画で会いましょう。